ホヤンです。今日は家に、ホヤの製品を持って帰ってきて、で紹介ができればなというふうに思っております。どれからいきましょうかね。まずですね、一番目に紹介したいのがこちらです。サキホヤですね。でこちらは、丸吉阿部商店さんの商品になります。でこちら、原料がホヤ食塩以上ということで、もう本当にホヤの美味しさを味わっていただきたいというような商品です。これパッケージもすごく可愛くて、花札の絵みたいな感じになってて、すごい和風で可愛いですよね。でこれパッケージちょっとさっき開けちゃったんですけど、こんな感じで中にこうパックになって入ってまして、で、この下ホヤが入ってるんですけど、ちょっと一部もう取ってしまってるので量少ないんですけど、こんな感じでホヤが何枚もこう重なってるのをこう剥がして食べると。でちょっと食べます。うん、きた、あー美味しい。こうだんだん噛んでるとじみ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 ホヤの味が染みてきて、サキイカとかだとこうちょっと単純なのっぺりした味のようなイメージがあるんですけど、ホヤの場合はもうホヤの奥深い味が噛めが噛むほど出てきて、本当日本酒が飲みたくなる感じですね。美味しい。であと私一つこれ紹介したいのが、以前日本酒のお店に、紹介した時に、そのお店の方がすぐにこうちょっと貸してって言ってこれを取ってくださって、でそのままもちろん食べても美味しいんですけど、こういう風にハサミでこうチョキチョキ切っていって、お好みの大きさに、でちょっと用意が悪くて申し訳ないんですけど、ここにろうそくのちっちゃいやつあるじゃないですか、あれを置いて火をつけて、こうお客さんがこう一人一人こうやって好きな加減に炙って、ちょっとこう焦げた感じのところをこうやって温まったとこパクって食べるっていうやり方をやってて、これは本当お家とかそれから飲食さんとかぜひやってみてほしいなと思います。もうこの奥深いホヤの味がもう膨らんで膨らんでしょうがないので、ぜひ、ゲットしてやってみてください。続いて紹介したいのが、先ほど紹介したサキホヤと同じ丸吉阿部商店さんのサキホヤと同じシリーズの、こちらホヤ煮です。これは、材料がホヤ、それから醤油、砂糖、みりん、水飴、清酒、唐辛子、すっきりしているということで、これもぜひじゃあ紹介したいと思います。ハサミ、よし、じゃーん、これもさっきホヤと同じくこう小袋のパッケージに入ってますね。うん、じゃあ開けます。お皿あった方がいいかしら。どうなんだろう、なくてもちょっと、あ、さっきの親が開けます。お、うーん、いい匂い。あ、いや落ちちゃった。うん、いい匂い。はあ、これちょっと、うん、箸使います。よいしょ。なんかちょっとジューシーな感じですよね。なんかこうちょっと一品料理みたいな感じじゃありません？おお、すごい、なんか1個分以上入ってますよね、これね。ちょっとこれ汁後で舐めたい。ちょっとね、後にしよう。ではでは、いただきます。
なんかちょっと佃煮っぽい匂いかな。久々に食べたけど美味しい。味付けが絶妙ですね。ホヤのあの5つの味を、もうこう甘ピリ辛ちょい辛くジューシーに煮込まれてて、これ常温で売ってるってすごいなと思います。もううまい。これちょっと一瞬今思いついたんですけど、クリームチーズが合う気がする。ちょっともう一回口に含んで。クリームチーズ。これお通しで出てきたら幸せですね。 あとなんか野菜のなんか生野菜系とかも合いそうな気がしますね。あー、おいしい。これも、お酒何でも合うかも。ウイスキーとか焼酎とか、もちろん日本酒でもビールでもなんか万能な感じがします。これまた後で食べよう。